相談です。シマの105がついているメリダリアクト400か、シマのディアグラがついているトレックドマーネ AL4 で悩んでいます。トレックのページをよく見てみますと、一世代前の旧型ですね。そしてリアクトなんですけども、直近のモデルにないので調べてみると2020年モデルでありました。まあ、どこかで在庫を見かけたんだと思いますけど、この2台でどちらかというのであれば、やはりこんにちは、松永です。サイパラ相談室のコーナーです。皆様いつもご視聴いただきましてありがとうございます。こちらのコーナーでは皆様から寄せられたコメントやご意見に対して、僕たちなりのお返事をしていく、そういうコーナーでございます。では早速今日もですね、相談事をいただきましたので読み上げてお返事していきたいと思います。相談です。シマの105がついているメリダリアクト400か、シマのディアグラがついているトレックドマーネ AL4 で悩んでいます。価格はメリダの方が16万9000円で、トレックは18万8000円です。個人的にはトレックの方が色が気に入っています。直営店が近くにあり、高校入学祝いでインターハイも見据えています。どちらがいいかアドバイスお願いします。お時間が合えば返信してくださると嬉しいです。長文失礼しました、ということですね。まずはコメントいただきましてありがとうございます。文脈から察するにですね、高校入学のお祝いでバイクを買ってもらえるというものだと推測できますけれども、高校入学ですね、おめでとうございます。はい、インターハイを見据えてアドバイスお願いしますということですね。そこだけちょっと考えちゃうと非常にこうなんていうかプレッシャーがかかると言いますか、まず初めに言っておきたいのはですね、ここで話すことが全てではないということ、これをご理解いただければなと思います。僕はですね、あなたのことを、知りません。何も知らないですね。これまで自転車をやってきたのかどうか、もしくは他の運動をやっていたのか、身長や体重、住んでいるところですね、まるで知らないんですよね。そんなこう僕のような人間がですね、やはりまともなアドバイスができるはずがありません。はい、なのでここで話すことはですね、あくまでもまあなんて言いますか、一般論として聞いてほしいなと思いますけれども、やはり参考にしてもらえたら嬉しいですけれども、ショップさんやもしくはご両親だとか、それから先輩友人などによく相談するといいと思います。でですね、本題に移っていきたいなと思うんですけれども、近くにはトレックの直営店があるということなんですけれども、まあいろんなシーンでね、まあショップ選びがあって、ショップ選びの千差万別だと思いますけれども、直営店も悪いわけではないんですが、インターハイに出場したいということであればですね、当然今後ね、通う予定の高校に部活があるわけですよね。自転車部があるんだと思うんですけども、その部活でお世話になっているショップが近くにあると思うんですよね。いや、わかんないです、ないかもしれないんですけど、その部活に入っている先輩がどういったところでお世話になっているのか、聞いてみるといいと思います。まあ、最近のね、若い方ですと、やはり SNS で相談したりとかね、することが多いのかもしれませんけど、まあ、ちょっと考え方が古いと言われたらそれまでなんですけど、個人的にはね、SNS で相談するよりは、事前に約束を取った上で、その実際に高校を訪ねてですね、4月からお世話になる〇〇ですと、ね、自転車部についてお聞きしたいことがあってまいりましたと。いうことで相談をすれば、迷惑にはならないだろうし、まあ、むしろですね、熱心なやつが来たなと歓迎されてですね、正式な入学の前によし練習に来てみなさいとかね、そういったような流れになるかもしれませんよね。はい、まあ、結果それでね、トレックの直営店でお世話になってますとか、小さいけど実はこんなショップが近くにあるんですよとか、情報が聞き出せるかもしれませんから、今現在の、ね、ご自身だけの狭い世界で決めない方がいいのかなと思います。とまあ簡単に言いましたけども、まあ、実際に自分がね、中学卒業したての、まあ、この時期だからまだ卒業してないんでしょうけどね、中学から高校に上がる時の自分のことを考えると、まあそれはそれで勇気がいることだろうなと思います。ね、実際に一人で訪問するとなると、まあ、大変でしょうから、例えば一緒に入部しようと考えている友人がいれば、友人と一緒に行動してみるとか、ご両親をね頼ってみてもいいでしょうし、
ただそういったほんの少しの勇気がですね、自分の世界を変えることが今後の人生でもきっとあると思いますので、まあ、よければそういった事前の相談を検討してみてはいかがでしょうか。はい。で、まあ、僕が考えるですね、今回のご相談についての回答なんですけども、まあ、これが本題なんでしょうかね。ティアグラ組のドマーレ AL4、188,000円と、105組のリアクト400、169,000円で迷ってると、いうことなんですけども、調べてみるとですね、現行モデル、ドマーレはですね、ドマーレ AL4、ジェネレーション4、252,890円です。トレックのページをよく見てみますと、一世代前の旧型ですね、ドマーネ AL4 ジェネレーション3っていうのが189,668円になってます。おそらく今回行ってるのはこのバイクではないんじゃないかなと思います。直営店の方でね、セールっていうポップで展示車があったのかもしれませんね。はい。そしてリアクトなんですけども、直近のモデルを調べてみるとですね、リアクト400で105組のモデルがないです。ないので、過去のモデルを遡って見ていったところ、2020年モデルでありました。今の感覚で言うと非常に安いバイクだなと。安いなっていうのは、そのチープだなっていう意味ではなくて、コスパがいいなっていう表現ですね。はい。ただまあリムブレーキですけどね、はい、非常にコスパに優れた1台じゃないかなと思いました。はい。で、まあ、これで迷ってるっていうことであれば、まあ、どこかで在庫を見かけたんだと思いますけどね、こういう言い方されてるということであれば。で、この2台で比較した場合ですね、どちらかというのであれば、やはりリアクトの方がレース向きでしょう。とドマーネ AL4 では、特にジェネレーション3ですね、とまあジェネレーション4もさほどというところがありますが、ドマーネ AL4 ではちょっとそのインターハイレベルのレースを戦うには不利だと思います。高校3年間だけにですね、フォーカスを当てた場合、やはりリアクトをお勧めします。とよく目を通すメディア、自転車メディアが、まあ、何社かありますけども、とそこに出てくるですね、インターハイの記事を見てみても、写真に取り上げられるような選手が乗っているのは、やはり、まあ、プロが使用するようなハイエンドバイクばかりですね。とトレックの方が色が好みというのがありましたけども、その高校生のね、競技人生っていうのは正味2年半ぐらいですね、2年3ヶ月とか4ヶ月ぐらいですか、になると思いますので、その短い期間、目いっぱい本気でインターハイを目指すのであれば、見た目の好みは一旦捨ててもいいように思います。ただね、その気持ちの程度は分かりません。さっき言ったようにね、あなたのことも全く分からないので、実際にはインターハイとは言ってみたものの、本当のところはサイクリングで、まあ、長い年月使える方がいいよなっていうことなのであれば、話は別ですけどね、はい、本当に競技でっていうことであれば、ドマーネよりはリアクトの方がいいかなと思います。まあ、それでもですね、さっき言ったように、先輩や顧問の先生などにですね、相談したら、例えば実は卒業した先輩たちのバイクを安く譲ってもらえるよとか、お世話になっているショップが学生向けにサービスしているよとか、なんかこう少しでも情報が出てくるかもしれないので、まずそのね、購入を決める前に、ぜひ一度学校、部活、顧問の先生、先輩などに相談してみてはいかがでしょうか。はい。まあ、ちょっとでも参考になればなと思いますので、はい。ぜひ検討してみてください。どうもありがとうございました。